東京有数の高級住宅街、渋谷区松濤。東京都知事公館があった場所の隣、そこに鎮座する小さな神社を紹介します。大山稲荷神社。松濤の地名の由来は、明治9年鍋島藩に統治が払い下げられ、松濤園という茶畑を広げたことから。茶畑は武士の失業対策によるものだった。明治維新により刀を置いた武士たち、大正10年に亡くなった松濤園を開いた鍋島直弘公爵の曹操。刀から茶摘みへ、武士は変化に対応しなければ生きていけなかった。松濤と名付けられた松濤園のお茶は、静岡茶が広まるまで東京の人々に愛飲された。神社から徒歩5分の場所に鍋島松濤公園として当時の雰囲気を残している。当社の創建は戦国時代の前期頃。渋谷の地名の由来となった渋谷市の先祖讃岐太郎直孝が創建したという。ここから徒歩13分の国立競技場そばに鎮座する北谷稲荷神社と同じ由来。武将は信心深い人物が多い。小さなお堂、渋谷文化村のビルが見える。最近奉納されたように見える新しい小牧狐様。新しい奉納は神社が栄えている証拠。狭い敷地でも座って休めるようにしてある。高級住宅街の気持ちのいい、ほっとする聖域。